さと納税として僕もニュース等々で知っておったんですけども、その川西の魅力っていうものが広く国の制度に乗っかって、あちこちにいろんな方々に分かってもらえるっていうのが、地元を愛して生きる者としては賛同できるなと思って、ぜひぜひご参加させていただきたいと思いました。その一軸をセミドライのオーブンに入れることでですね、鮮度は失わずにその分だけ一軸と独特のプチプチ感を残したいと思います。それをアーモンドプードルの生地に練り込むことによって、ケーキなんだけれども食べた時も スイーツというのは老若男女問わずみんなに好かれるものだと思うので、チェサピンクの代わりにして30年のお店ですから、市内の方々にも喜んでもらえるものが市外の方にも喜んでもらえるかなというところをずっと考えて